きなり襲われて袋のようなものに入れられて、こんな場所に連れてこられて、一体どうなっているのでしょうか。ここはどこなのでしょう。そしてこの人たちも一体あなたはどなたですか。私に何のご用ですか。怖くなんかありません。あなたは一体誰なのですか。グランダス王と名乗られても存じ上げません。そんなこと絶対にありません。あなたはどなたですか。カノーザ公と名乗られましたが、全く存じ上げません。ドキドキして息が苦しくなってきたけど、泣いちゃダメ。偽物の王たちなんか負けちゃちゃダメ。それは何かの間違いです。レティシアは、私の守護者レティはそんなことはいたしません。やっとたどり着いたか。あとは手がかりを探すのみ。何か有益な情報はないか。捕らえられし高貴な少女の噂など。ネリアの館。占い師か。大勢の者たちが出入りするよく当たる占い師の館。何か知っているかもしれない。どうかご無事で。
知りません。それに私は噂などというものを信じませんので。嘘です。レティシア、私のレディこの魔王たちのもとについているなど、そんなことあるはずがありません。私は絶対に信じません。早く来てレティシア、レティ、会いたい。している感じ。食事の上にかけられたこの液は一体。いただきます。気持ち悪い。でも食べなきゃいけない。私はここで死ぬわけにはいかないのですか。どんなものでも食べて命を長らえさせてレティに待ちます。レティのために私は生き延びます。ええ、美味でした。ごちそうさま。レティシア、どうかあなたの無事で。でも私も負けません。怖いことや気持ち悪いことがあって泣いたりなんかせず、きっと生き延びます。